それぞれの夢を持ち寄って、はいはいはい、でなんかここでいろいろ羽ばたいていってくれるのが嬉しくて、やってる感じですね。ああ、そうですね。で最初はポツンとこう突然来られて、うん、で何かこう泊まっていろいろ夜とかお話しする中で、うん、なんかこう変わっていくみたいな感じなんですね。そうですね。なんかお知り合いベースでお泊まりになる方が結構多いので、はいはいはい、でそうすると今いるメンバーを紹介しつないで、うん、ここで一緒になんかご飯食べたりしながら、うん、また、うん、こちらとこちらでつながって新しい企画が生まれて、まあ、そんな中で生まれたのもこのイベントだったりするんですけど、まあ、でも若いのにその木をに関係したねその、うん造園まで山をですか ねえすごいですよね本当いろんな夢を持ってるというかそうなんですもう一人飯綱 の地域おこし協力隊をやっている方がいて、はい、で彼がやっぱりこう最近里山荒れてるじゃないですか、はい、でその里山をうまく利活用できないかということでプロジェクト立ち上げて、はい、でまあそのこちらともそちらのプロジェクトの一つにうちの里山も使ってもらうようなお話もいただいてまして、うん、トラドラさんの里山があるわけですね。うん、里山を持ってらっしゃるんですか。ここの、はい、裏が。そうですね。ノラノラのここもボロボロだったんですけど、でうちが巣がなかったらもう朽ち果ててもいいっていう、うん、両親が。主人の両親が話していて、いやーもったいないなと思って、うん、ここも田畑も里山もひっくるめてこう日本の本当に原風景を形成しているので、うん、そのどの要素もなくなっちゃうと、うん、もう元に戻せなくそうですよ、ね、なと思って、はいはいはい、ついだ私やります。ちなみに実家はどちらなんですか。奥さんの実家の方は出身は、東京の板橋区出身 で、はい、で中学から埼玉あ、まあ、どっちかというと都会ですよね。そうですね、ずっとねそう都会だったんで、うん、結婚した頃は思ってもみなかったんですけどここにこういう形で私がそう住み着くとは、うん、まあでも結婚された頃は実家だっていうことで、うん、旦那さんの実家には何回来て、うん、そうですね。だから主人も次男なんで自分が継ぐことはないだろうと思って いながらも、うん、でもいつか農業をやりたいなっていう思いがあ、うん、を秘めていて実は、はい、で私が やろうかって言った時にすごい喜んで、うん、でもうここは本当に自分の生まれ育った場所ですから、そうですね、もう愛していく。でも私とはまた違うアプローチでここを盛り上げることにはもう余念がなく、はい、そう決意したきっかけってのは何かあったんですか、奥さんは。ね、そうですね、銀行で仕事をしてたんですけど、うん、銀行でね、しっかりしたとこですね。子供まだ、小学校の頃から、うん、でなんかすごく疲れてて、はいはい、でアロマセラピーにハマったことがなんか、うん、なんとなく満員電車の中でふっと見上げたらアロマセラピー検定っていうのが、はいはいはい、これやってみようかなと思って学び始めたらハマってしまって、うん、でアロマにハマると精油なので、うん、ハーブが気になるんですよね。なるほど。でハーブが気になると今度野菜とか、はい、が気になって、うん、でマクロビオティック料理教室とか通ったりして、で野菜がお野菜気になるとそうするとマクロビ関係だと特に無農薬とかそういうお話がすごくこう身近に感じられるので、うん、そこから農業、はいはい、でちょっと当時千葉に住んでたんですけど千葉に行った時にちょっと市民農園借りて、うん、ちょっと野菜作り始めたら楽しくて、うん、でその時に初めてふと旦那の実家農家だと思って、はいはいはい、でちょっと面白そうだなと思って、うん、将来、まあ、遠い将来やってもいいなと、うん、ちょっとうん、その段階で頭をかすめてたんですけど、うん、でその後10年ほど前に日本酒にハマって、はいはい、で日本酒を通してすごい和文化って素晴らしいなっていうのをすごく感じていて、うん、でこう和の宝庫じゃないですか、はい、でここで
こうその日本酒の文化を発信できたら外国の方に来ていただいて、はい、で外国の方に、まあ、日本酒も含めた和文化をなんかこうお伝えできたら喜んでいただけるし、ここを生かすこともできるなっていうので、まあ、そんなことが相まって、でそうこう思っていた矢先にちょうど主人の両親がもう辞めるって言い出したので、じゃあタイミングが良かったですね。じゃあもうこれはやるしかないと思って、その前までは全然もうなんかこう、なんか田舎とかちょっと主人の実家みたいな感じだったんですけど、でこうもうすごいボロボロだったんで、ここがいいとかボロボロでもあのそのご両親は住んでたんですか。住んでたんですよ。あ、そうそうそう、じゃあ何となくアパラ屋の状態ではなかったんですね。そうですね、そうですね、空き家には何とかあったんですけど、で2014年に、はい、あの海外に住んでたんですけど、でもう2014年にもう限界って両親から連絡があって、うん、で一人で帰ってきて、はい、でその後主人は3年間単身赴任で海外メキシコの方にいたんですけど、でその2000年、英語ペラペラ、いや英語じゃなくてね、スペイン語系、英語はダメですけどスペイン語は話しますよ。あ、そうですか。で それもあってスペイン語系に日本酒を広めたいとかって思ってたわけですよ。なんで張り切って、でまあそれもあってじゃあ一人で帰ってきて、でも銀行だったんですね。銀行の関係でスペインの、あスペインじゃねえや、海外はメキシコの方へ。いや主人商社なんで、はいはいはい、東京の仕事で仕事をしてるんで、はいはい、海外駐在で行ってます。いや、なかなかじゃあ優秀じゃないですか。そうですね、主人は、優秀なんじゃないですか。ここでもなんか神童と言われてたらしいですから、素晴らしい。まあ、だから向こうの生活っていうか海外での生活も、まあ、よりはやっぱりその生活、どこの国にいらっしゃったか知らないけど、そういうところでもこうやっぱり日本の良さみたいなのを逆にこう、そうですね、外から見るとなおのことで、やっぱりすごくね、日本を好きな外国の方って本当に多くて、で好きな方は本当にこう日本にも行きたいし、日本文化にもすごく詳しくご存知だったりされるので、でそれで改めて、あそうなんだ、そんなに素晴らしい文化に生まれ育ったんだみたいな再発見もあって、まあ、東京の中にいたんでは、まあ、日々の生活に追われてしまうけど、一旦外へ出たり、まあ、向こうでこういろいろ悩んだりなんかしてるうちに、やっぱり田舎の良さみたいなのが分かってきたかな。そうですね、なんかそういう、まあ、もともとそういうアロマとかお料理だとかハーブとかって気になっているので、改めてそういう目でこの周りを見ると本当に宝の宝庫、宝の山、もうっていうのが分かって、最近その野草茶を作り始めると、はいはい、さらに雑草としか見てなかったものが、はいはい、なんか美味しいお茶になったり、はい、サラダにできたりとか、なんかこう、はいはい、そういうこう食べられるものに、はいはい、食材になるっていうところも、はいはい、なんか面白くて、さっき天ぷらにして食べたとかって言ってましたよね。そう、天ぷらでもありますし、今回は野草のポタージュを作ったり、カフェでもお出ししたりしてるんですけど、いろいろなんかクラフトができる、里山クラフトっていう、だからそういう目で見ると本当まだまだたくさん埋もれてるものがあって、ここゲストハウスなんですね、ここはね。そうですね、宿泊も古民家民宿、そうですね、農家民宿、農家民宿、農家ができる、農業ができる民宿。そうです、農家も農業やっていて、宿もやって農業体験ができる宿っていう位置づけですね。はい、じゃあ農業のやり方とか教えていただけるんですか。そうですね、来てくだされば、はい、リンゴ栽培ですとか、季節によって、今日はお芋掘り、お芋植え付けやりましたけど、いやでもその高野さんが、率先してその植えたりなんかしてるようにはなんか見えないんですけど、やってるんですか。あ、やってますよ。もうたくましいですよ、もう。あ、はい、発酵蜜、はい、はい、わかりました。
大丈夫ですか？あ、大丈夫じゃないです。ああ、そうですか。続きまたそのこの後もう一回いいですか？はい、お待ちしてます。あ、すいません。ちょっと待ってください。はい、はい、いい話なので、お願いします。